いや、それでよくやっていけるわね。それはお金貯まらなくて当たり前だわ。なんでスマホを持つとダメなの？レシオタイム。なあ、今日も残業か。でもあと定年まで残り6年。頑張って働かないとな。俺の名前は山本光一郎。54歳独身の寂しい人生を送ってきた社畜だ。会社では管理職も務めた経験もあるが、現在は平社員。でも長年勤めてきたことと会社への功績が認められ、給料は年収にして587万ほど。これは50代のサラリーマンの平均的な給料だ。手取りで年収440万500円ほど。月給にすれば36万ほどが手元に入る計算になる。夜食食うか。コンビニ飯冷え切ってるな。兄弟にはかみさんがいて、弁当はかみさんの手作りなのに、なんで俺にはかみさんができなかったんだ。俺に家族はなく、給料もそれなりにもらっているので生活に苦労はしていない。1300万ほど老後に向けて資金も準備してきた。でもこの頃の物価上昇により、老後2000万問題はもはや過去のものとなりつつあります。今では老後に4000万は必要との報告も上がっており。なんかこのまま物価が 3.5% 上がり続ければ、20年後には2倍の値段。つまり2000万が4000万に倍増しないと老後には対応できないのか。俺の1300万じゃ太刀打ちできないじゃん。老後2000万問題とは、政府が老後30年間で生活費が2000万足りなくなると試算を出したもの。この2000万問題はかなり話題になったが、試算が出されたのは2019年のこと。今は2024年だから、もう5年も前の話だ。世界情勢もこの5年間でだいぶ激変したよな。本当に4000万貯まれば足りるのか。まだまだ足りない気がしてくるぞ。仕事終わり。今日もあそこに行くか。そんな俺にも楽しみはある。それは何かというと、いらっしゃい、山本さん、久しぶり。お仕事忙しいの？いやー、みんな元気してた？おじさんもう仕事頑張ってきちゃったよ。それは仕事終わりにフィリピンパブ通い。ここの子たちは可愛くて本当に癒されるんだよな。本当にこんなに通い詰めて大丈夫？大丈夫。いつもなんとかなってるでしょ。そうだけど。心配してくれてありがとう。フィリピンパブに通い詰めている俺には強い味方がある。ちゃんとカードで支払うから大丈夫。貯金もたくさんあるしね。さすが山本さん。給料は申し分ない額もらってるし、借金するほどパブの女の子たちには貢いでいない。でも手数料が 10% ほど上乗せされるのは嫌だよな。まあこんな感じで俺は悠々自適な独身ライフを過ごしていたのだが、やっぱり老後4000万問題は気になるよな。でも定年まであと6年あるし、貯金も1300万ある。フィリピンパブで結構金は使っちまうから、最近は貯金できてないけど、この1300万を元手にしてなんかでパーッと増やせば4000万なんてあっという間。老後の4000万問題なんてすっきり解決するし、65歳からは年金もある。そうすれば旅行ぐらいできるかな。60からは本場のフィリピンに行って、フィリピンの女の子たちと遊ぶ夢も叶えられるぞ。こんな感じで俺は早速投資をすることに。でも現実はそんなうまくいくはずがない。ねえ、投資信託に半額ぐらい貯金突っ込んでみたけど、ついにマイナスになってる。ちょっとこれどうすればいいんだよ。解約してもマイナス分は戻ってこないし。投資信託を試してみたが、がっつりとマイナスになってがっかり状態に。投資信託なら専門家がやってくれるから大丈夫かと思ったんだが、このままプラスに転じない限りは
金が無駄になるから解約もできない。どうすりゃいいんだよ。こんな感じで大切な貯金の半分を使えなくしてしまった俺、とほほな気持ちを慰めたくてフィリピンパブに行ってみると。え、今日はジャスミンちゃんいないの？いや、店で風が流行っちゃったな。大体の女の子はお休みだから私も久しぶりに接客に出てるんだけど、開店休業状態よ。店の女の子たちは流行り風で軒並み休み。パブには日本人のママと非番だった子たちがヘルプで数人いるだけだった。ごめんね、他の子も接客してるし、私がお相手するわ。え、ママが？あれ、文句ある？これでもここの支配人なんだけど、接客には自信あるわよ。店のママはどこぞの芸能人のような太めな体型をしている。そっち系が好きな人にはたまらない外見なんだろうけど、俺は好みじゃない。というか、前から山本さんのことで気にしてることがあったんだけど、前は 2,3 ヶ月に1回ぐらいの頻度だったのが、最近は週に2回ぐらい来てるじゃない。そんなに来ててお金平気なの？いくら独身貴族でも無駄遣いが過ぎると老後に響くわよ。いや、それは心配してくれなくても平気だよ。そうも言えないわよ、うちの大切な常連さんだもの。老後もたまにでいいから来てほしいものね。でもな、老後の話をされてもピンとこないんだよ。この前テレビで物価高で老後30年後には4000万の金が不足するとか言ってて、投資信託で貯金を増やそうとしたら逆にマイナスになっちゃってさ、本当にどうすりゃいいんだって話。な、俺の場合は退職金も年金もあるからしばらくは大丈夫だろうけど。投資信託に突っ込んで資産増やそうとするって。確かに投資信託って普通の投資よりかは手数料高いけど信頼できるものよ。でもあれってあくまで長期的に積み立てていくから利益が出るものなの。いきなりドカッと儲かったりしないわよ。それに50代って言ったら人生のセカンドステージでしょ。仕事でも大きなポジションを任されるし、それで年収のピークも迎える。家族がいれば子供も独立したり結婚したり、孫がいる人もいるわよね。あとはお金の面でもローンの返済が終わる、老後の資金を貯める準備をする段階になる状態でもあるわ。だからこそお金はよく考えて使うべき年齢でもあるの。確かに俺もあと6年で定年退職だから、いろいろと考えなきゃだけど、何をしていいのやら。まずやってはいけないこととして、お金を一気に増やそうとする使い方ね。はあ、俺のニーサみたいな。ニーサはまだいい方だけど、変に株投資したりアパート経営なんて始めない方がいいわ。そういったものは何十年もやって資産形成できるものだし、株投資や FX ははっきり言ってリスクもある。それにこういった投資に老後の資金をつぎ込むこと自体がナンセンスよ。投資にはそれ専用のお金を用意することが必要。そこを履き違えちゃダメ。確かにそれはそうだけど、老後の資金を無理に増やさなくても俺には年金もあるし平気なような。あなたの年金ってどのくらいもらえるの？年金定期便で調べてみたら、厚生年金が83,000円、老齢基礛年金が64,000円だったな。ちょうど147,000円ってところな。でもこれだと老後にちょっと苦労しそうね。え、どうして？老後の一人暮らしに必要なお金って15万ぐらいだって言われてるのよ。でも不足するのは3000円ちょっとでしょ。そこは貯金とか働くことでなんとかなるような。今の生活15万でやりくりする自信ある？35歳から59歳の独身男性の1ヶ月の消費支出って186,503円なんですって。あなたもっと使ってるように思えるんだけど。例えば身近なところだと外食ばっかりしてるとか。それは
やっぱりそれで月に15万で生活とかちょっと無理なんじゃない？あと安くできる携帯のプランを廉価版プランにしてないとか。いや、廉価版プランって何ですか？知らないの？大手契約会社がやってる格安プランのことよ。特に大手の三大キャリア、メシも MU、メシのバンクの料金をそのまま払い続けてない？まあ携帯代月に8000円ぐらいはしますけど。ああ、やっぱり。ちょっと携帯見せて。え？なあ、はい。普通のプランは8000円ぐらいしちゃうけど、この設定なら廉価版プランにネットでできるわよ。え、そんな簡単にプランが変更できるんですか？この廉価版にすれば携帯の料金は4000円ほどまで落とせるのよ。そこまで安くできるなんて、早速やってみます。あとは世間層や世の中の普通を鵜呑みにして買い物することも危険。それってどういう意味ですか？例えば住んでいる場所だけど、年収が高いからって贅沢なところに住んでたりしない？部屋がやけに広かったり、年金暮らしになったら家賃がきつそうなところ。老後になってからでいいから、安いところに引っ越さないと生活大変になるわよ。あ、なるほど。世の中のこうあるべきじゃなくて、自分の身の丈に合ったものを選べってことですね。そういうこと。お金って稼いでるとついついその報酬に見合ったものを買ってしまいがちよな。そうですね。そういったことを続けているとお金はたまらないし、老後に苦労することになる。だからこそ世の中の普通を鵜呑みにせず、自分に合ったお金の使い方をすべきなの。なるほど、ためになります。あと依存性の強いものにお金を使いすぎるのも用心な。競馬にパチンコ系のギャンブルはもちろん論外だけど、お酒やキャバクラとかお金を際限なく使っちゃうものはほどほどにした方がいい。なあ、俺の場合は。あなたの場合はお酒とフィリピンパブかしら。来てくれて嬉しいけど、たまに顔出すぐらいがこういう店はちょうどいいのよ。だから自分の将来のためにも回数は減らした方がいいわ。自重して来るのは前と同じぐらいにします。でもこれから甥っ子たちも結婚したりするから、祝い金とかすごそう。それで貯めた金も持ってかれるかな。別にそれは自分ができる範囲でいいと思うのよ。ほら、無理に世間層に合わせる必要はないしね。あそうでした。それから俺は意識して節約などをするように。おお、久しぶりに作ってみたけどいい味してる。外食も控え、安い惣菜買ったり料理を作ったりと工夫している。ついでにスマホも格安プランになったので、月の支払いが4000円ほどになった。そしてフィリピンパブにも相変わらず行っているが。あら、1ヶ月ぶり。今日はボーナス出たんで来ちゃいました。行くのは数ヶ月に1回ほど。その代わり他のことに精を出している。ファイナンシャルプランナーって生活に役立つアドバイスができる資格なんだな。ちょっとやってみるか。老後の就労を考え、俺は興味のある資格を取得中。資格取得の勉強をするようになってから無駄に外出する機会も減少、金も前より貯められるようになった。そして数ヶ月後。みんなありがとう。もう幸せになれよ。甥っ子が無事に結婚し、俺は甥っ子を祝福。もちろん祝儀も弾んだ。こうやって誰かのために金を使うこともこれから増えていくだろう。でもそれでもいいと最近は思えるようになった。こうやって誰かのために何かをするのは気持ちいいな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。コメントもぜひ残していただければ嬉しいです。